こんにちは、安旅です。ここは成田空港第2ターミナル。これから無料シャトルバスで LCC 専用の第3ターミナルに移動します。2022年4月5日、第2ターミナルから第3ターミナルへの新しい通路が開通し、歩行距離は500メートルから300メートルに、所要時間も約10分から6分に、さらには立体化で横断歩道がなくなるなど、かなり便利になりましたが、目の前に来ているバスを見逃す手はありません。ちなみにこの無料シャトルバス、新通路開通前は4分間隔で運行されていましたが、現在は始発から朝8時まで、そして20時以降が5分間隔。その他の時間帯は7分間隔で所要10分なので、急いでいる人は新通路を歩いた方が良いかもしれません。新通路と同時に、4月には第3ターミナルも拡張され、出発ロビーの広さは以前の約 1.5 倍近い11万平米になりました。徒歩での移動時間が短くなったのは、第3ターミナルが第2ターミナル方向に拡張されたのも大きな理由です。さて、今日のフライトはジェットスター。これから2泊3日、私たちは香川にうどんツアーに出かけます。ジェットスターはウェブチェックインができるので、預ける荷物のない私たちはカウンターに立ち寄る必要はありません。とりあえず、第3ターミナルのお店でも見てみましょう。少し朝早いこの時間に空いていたのは、本屋、お土産屋、そしてコンビニ。フードコートでは、フレッシュネスバーガーとリンガーハットが営業中でした。宮武うどんはまだオープンしていません。コロナのせいでしょうか。ちなみにゲート前にも売店や自販機はあるので、機内用の飲み物をここで買うこともできます。もちろん国内線ですから、飲みかけのペットボトルもセキュリティチェックを受けて持ち込めますね。ジェットスター、GK411 便、高松行きは7時40分出発。私たちは基本、有料で最後尾の席を予約するのですが、ジェットスターの場合、最後尾の6席は乗務員の裁量によって使われるので、運が悪いと機内で泣いている赤ちゃんや健康上の理由でマスクができないお客様などが私たちの真後ろに座ることがあります。大声が苦手でいつも有料で最後尾の座席を予約しているものとしてはちょっと残念ではあります。飛行機のシートって耳の位置と後ろの乗客の口意外と近いんですよ。座席が倒れなくてもいいし有料でもいいので最後尾の座席を販売してくれないかなとジェットスターに乗るたび思いますが、まあ不満があるならレガシー成田車なりを使えということですよね。バーゲン運賃の魅力で使っておきながら身勝手なこと言ってごめんなさい。今回の往路は運よく真後ろの座席で大きな声を聞くこともなくゆったりと落ち着いて過ごすことができました。ほとんどの場合特に何もないのでジェットスターも乗っちゃうんですよね。実際聴覚に問題がなければ何も困ることはないのですから。それにこういうことを言い出せばキリがないかもしれません。レガシーだって最後尾の座席を予約できない会社は結構ありますしね。つまらない愚痴を言ってしまいました。ごめんなさい。さあうどん県での2泊3日が始まります。うどん県で本気でうどん屋さんを巡るにはレンタカーは必要不可欠。今回はバジェットレンタカーにお世話になります。ここには48時間のプランがあるので、私たちのスケジュールだと3日間扱いにならず、ちょっとお得。香川のうどん屋巡りは、ちょっとしたパズルです。当たり前のことですが、それぞれの店には営業日と営業時間があり、ロケーションと日程に合わせ、それらをうまく組み合わせる必要があります。さらに、人間の食欲と胃袋には限界というものがあり、闇雲に店に行けばよい、とも限りません。どんなに美味しいお店だって満腹じゃ何の感動もないのですから。今回の日程は日曜の午前から火曜日の午前まで。日曜日の朝9時40分レンタカーを乗り出した私たちが向かったのは三豊市の須崎食料品店でした。高松空港から車で約40分。この超人気店に日曜日に来ることには若干のためらいもありましたが、初日にここに来ておけばその後のパズルがうまく解決するし、何より空港から直行すれば短い営業時間に間に合うという状況が勇気を与えてくれました。
駐車場がいっぱいで、もし営業時間まで開かなかったらと心配もしましたが、行列は長くてもそれなりに回転も早いようで、なんとか駐車に成功、お店を目指します。やっぱり想像通りの行列でも、時刻は10時45分、今から並べば食べられないということはなさそう。まずは最後尾に並びましょう。ちなみに須崎食料品店の営業時間は水曜日を除く朝の9時から11時30分。もし並んでいるうちに営業時間が過ぎたり、うどんがなくなったらどうしようと、少しだけ心配にならないでもありません。須崎食料品店はその名の通り食料品店で、うどんに関わるスペースより食料品店としてのスペースの方が広かったりします。当たり前といえば当たり前なのですが、うどんの行列を見ると何とも不思議な気持ちになります。行列すること約30分、予想より早く店内に入ることができました。うどんは大が400円、小が280円。大を2つ食べてここでお腹いっぱいになりたい、そんな欲望を抑え、ここは小だけで我慢することにします。これができるようになるまで私には数回の修行が必要でした。店の中でうどんを受け取り、ネギ、生姜、だしを自分でかけます。卵もありますが、これは有料。まずは青ネギをたっぷりと、生姜もちょっと多めに、そして出汁を二回り、まあ適当です。出来上がったうどんを持って食料品店エリアへ移動。お好みでちくわ天やコロッケを乗せることもできます。そして食料品店のレジでお会計と思うところですが、なぜかうどんに関しては後払い、丼を返すときに会計となります。食べるのは店周辺のベンチ、あるいは立ったまま。ベンチから店を見ると閉店10分前なのにまだ長い行列。今並んでいる人がうどんを食べられるのか、人ごとながら少し心配ですが、ごめんなさい、お先にいただきます。須崎食料品店のうどんは太くてコシの強い麺で、私はこれが大好きです。1時間半飛行機に乗って40分車で走って30分並んで5分で完食、それだけの価値があるうどんは1杯280円。ごちそうさまでした。さあ次の店に行きましょう。名店須崎食料品店に限らず、昼の短時間にだけ営業するうどん屋さんはうどん県には少なくありません。中には1日に1時間だけ営業という店もありますし、ビジネス街でもないのに土日休業という店もあります。そんな中、普通に昼から夕方まで営業している店は、讃岐うどん訪問パズルを解く上で万能ワイルドカード店として極めて貴重です。次はそんな万能ワイルドカード店の中でも最強の店の一つに向かいます。今日ここまでの支出総額12,440円、1人当たり6,220円。よろしかったら高評価、チャンネル登録お願いします。